猿の惑星、キングダムって。猿の惑星？キングダム。え、猿の惑星ってまたやるんすか？またやる。これ以危上ないか何を。な。え、だから、結局、一番最初の猿の惑星の前の話をやってるから、まだ完全に地球が猿の惑星になってないんですよ。今回はさらに、もうちょっと猿侵略してるから、さらにこう、一番最初の猿の惑星に近づいてるはずなんだけど。見たこ一と番ないな、猿の惑星って。ワンというか、そういうに近しい話になってるんですか？前日譚をずっと描いてるから、ははは。最近の猿の惑星って。え、猿の惑星ってベースわかってます？もちろんです。だから、うっすらわかりますけど、なんか。細かくは間違ってるかもしんないけど、地球にいる人たちがうん。別の惑星に行こうと思って着いた惑星があるんだ。はい。で、そこは人間が猿みたいになってて、猿が牛耳ってる世界だった。人間が奴隷になってるんですよね。はいはいてんはい。やわんやして、地球から来た人間が猿の世界から逃げ出して、解放旅しによう出とたね。時に、壊れてる自由の女神に出会って、ここ地球だったんだで終わるの。宇宙に行ったはずなのに、地球に戻ってきてたって話。何百何千年後かな地球に。が猿の惑星のベースよ。ていうか、それしか知らないな。それ以外にあるんですね。猿の惑星って5まであるから。はあ。猿の惑星、属猿の惑星、新猿の惑星みたいな。その後に物語がずっと続いてんだけど、で、最近、猿が喋るようになった元々の話っていうのが始まったんですよ。もともと支配するまでの話ってことですか？そう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 。はあ、それはあ、はあ。の0から始まってて、そう4作目が、4作目か3作目か4作目が公開される映画で、だからさらに、1作目の猿の惑星に近づいてきてるってのはそういうこと。ああ、なるほどね。時系列のだから話。その、あ、そう、時系列で言うと。はははは。一番最初の猿の惑星の前の、時系列前の話を描いてるはず。じゃあ、その前段階見てないとわかんないっすか？でしかし。も、監督はこれだけ見ても面白いって豪語してんだけど、インタビューで。エンターテインメントとして、人間と猿が逆転してるだけ分かってれば多分、面白い話にしてるつもりですみたいなことをインタビューで書いてあったような気がするんですけど。じゃあまあ、人間から見たらもうバッドエンドになるっていうことがもう全部分かりきった状態でスタートするんですね。だから、こっから逆転する。まあ知ってるだけにちょっと興味はあるな。まあ、猿がちょっとリアルすぎるんだけど、前の猿の方が良かったですよね。猿の惑星の頃のね。初期の。初期って言っても、なんか僕が知ってるのはなんたらっていう女優さんが話題になった作品。じゃあ、それは違うわ。ティム・バートンの猿の惑星でしょ？ああ、それだ。はい。猿の惑星、その前に5作ぐらいあるんですよ。で、ティム・バートンがリプートして作った猿の惑星は、基本多分ベースは一緒。最後は自由の女神で終わってるシーンが、ティム・バートンのは、リンカーンの銅像で終わるんですよ。ワシントンでリンカーンが座ってる銅像あるじゃないですか。はいはい。それが猿の顔になってるね、リンカーンじゃなくて。なるほそれど。がオチなんですけど、はい。そっちの猿の惑星は。そっちの猿の惑星じゃない、王道の猿の惑星の前日譚が今やってるシリーズ。え、どこでやってるんでだすからか？映画で。なるほど。それの3作目か4作目が今回。4作目かな？もう一回リブートしたのかな？ちょっとわかんないんですけど、まあまあ人間と猿が逆転してる惑星の話って思ったけど別に楽しめるとは思うんですけどね。え、